と残りは前髪の質感調整などにつけていきます。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆうきと申します。よろしくお願いいたします。今回は外羽のハーフアップアレンジのご紹介です。後ろにちょっとデザインを入れたハーフアップなんですけど、全部ゴムだけでできる簡単なアレンジになりますので、ぜひ挑戦してみていただけたらと思います。まずベースは毛先を外羽に巻いていきます。ストレートアイロンを滑らせるようにして、ちょっと最後外羽にしてあげるだけで大丈夫です。あと後ろの短い部分を巻く時も、手だとちょっと直接当たりそうで怖かったりするんですけど、ストレートだとプレートが当たりづらいので巻きやすいと思います。ベース巻きが終わったらアレンジ始めていきます。まずトップの髪の毛をジグザグで分け取っていきます。後ろに溶かして1本に一度結んでいきます。結んだらトップの髪の毛をゴムの結び目を押さえながら引き出してほぐしていきます。そしたらサイドの毛もすっきり分け取っていって、先ほどのゴムの下にもう一度結んでいきます。次にこの毛先の部分を何回かに分けてゴムで結んでいきます。次にゴムとゴムの結び目の間を引き出していきます。引き出す部分の下のゴムを押さえながらちょっとずつ引き出していきます。こんな感じです。サイドの短い毛がポロポロ落ちないようにピンで留めていきます。ハーフアップで降りた部分の毛を引く外羽を足していきます。スタイリング剤はバームを手で伸ばしてあげて、外羽部分につけてあげると少しツヤ感が出てまとまりがつくのでだと思います。あと残りは前髪の質感調整などにつけていきます。仕上がりはこんな感じです。結構タイトめな外羽の
スタイルなんですが、後ろに少しデザインを入れるとおしゃれに見えて可愛いかと思います。